Thank you.
ごめんなさい。また明日。いやー、着いたわ。いやー、これ確定でしょ。いや、弁護士さんにちょっと相談したんだけど、リスナーの言う通りだったわ。いや、リスナーの言う通りだった。リスナーの言う通りだったわ。あのね、ただ初期だって。いやもう症状を話したら、まあそれね、来た来たみたいな、まだ間に合うよみたいな。で、薬飲んだらアウトだって。薬を飲み始めたらアウト、もうほぼ間違いないって。症状はまずね、まず配信でのんちゃんがね、チンコ甘い和道さん浮気してるっていうところをネタにしたの。いや、なんかさ、のんちゃんいろんなこと浮気疑うけど、俺のことをチンコが甘いって浮気だって言ったら、え、それ糖尿の症状だよって言われて、でここ半年間ぐらい疲れが溜まって抜けないの。疲れた疲れたってずっと言ってるじゃん。で疲れ、あと夜中に寝てるとき足がつるんだよ、でしょ、あとおしっこ泡立つでしょ、あとトイレに俺配信中いっぱい行くじゃん。で1日10回以上行くので、水も喉乾くから10リッターぐらい飲むんだよ。でそれを話したら、あ、もうそれほもうガチで確定だよって、ただあの本当にやばい、10リッターマジマジマジ。俺の配信だって1日10時間見てごらん、水半端じゃなく飲んでるし、コーヒーとかもだって4、5本飲むんだよ。コーヒー4、5本飲んで、だ配信回してるだけでそれだもん。めちゃめちゃ飲んでるよ。今度よく見てごらん、俺の家雑、飲みすぎって言われるもん。飲んでる飲んでる、8リッターっていうか、俺多分俺は20リッターぐらい飲んでると思うよ、俺はね。いや俺的には20リッター飲んでるって言ったんだけど、便所さんが、いや8リッターぐらいでしょみたいな。コーヒー砂糖入ってないよ、あ、ブラックだもん。え、どうしよう。いやマジでへこむんだけど、いやちょっと盛る癖があるんだよね。あ、でかいペットボトル5本分ぐらい余裕飲んでる。のりこに聞いてごらん。え、飲み物、あと甘いもの、ご飯 1.5 合食べた後に、菓子パン2個とか食べんので、寝る前必ず、ケーキとかパフェとかプリンとか2個ぐらい食ってる。血糖値は測ったことないんだよね。で、やたら風呂に入るね。お茶類多く飲むのは良くないんだ。コーヒーは飲んでいいの？コーヒーは。水分はブラックのコーヒーが多いけど、モンスターエナジーとかも結構飲むかもしれない。
いやー着きました。っていうかオフパコ誘われたのに帰る彼氏かっこよくない？オフパコを誘われてもちゃんと家に帰る彼氏めっちゃかっこよくない？っていうかね、なんか和道リスナーはやっぱね頭おかしいババア多いな。いやリスナーに、いやリスナーにずっとオフパコ誘われてて、じゃあ配信者やリスナー、いやだから無理だよっつって、なんかモグゴリ行った後ホテル行こうって言われたよ、絶対喋らないからって言ってたけど、絶対喋らないからってヒカルくんとテルチャンピンとシュマジローとアキラッパの前で言ってたからワドさんオフパコしようよって言って、クソ面白かった。そしたらヒカルくんがワドさん誰も聞いてないっすって言ってた。ワドさん大丈夫っすよ、誰も聞いてないっすっつって、いや聞いてるでしょっつって、いや可愛いババアだったけど、可愛いババアだったね、その可愛いババアだね、そうテルチャンピン、アキラッパ、シュマジローでヒカルくんがうわさん誰も聞いてないですから大丈夫ですってエレベーターの前で、初めて会った人だね、いやババアにモテるんだよ、3回ぐらい言われたかんね、3回ぐらい言われた、まあまあリップサービスだけどね、いやババアに好かれるんだよ。でババアはもうあのすごいストレートだから、ホテル行こうって普通に言うから、してもいいとかじゃない、俺彼女いるから、いやババア抱けるっていうかね、いやでもね俺思った、それ直樹兄さんさっき話したんだけど、客層が変わった、要はねもうギラギラしてんの、夜の人なのよみんな。昔さニコ生のオフ会とかってさオタクとかさそっち系ばっかりだったのに、今違う、もう陽キャばっかりなので、俺ねあの結構へこんだ、あなるほどなって、俺ここに受けるわけねえわって思った。あのね違うの、もう着てる服とかがブランドだったりとかおしゃれなのよ、で遊び慣れてるの、もうなんつーの、いやのんちゃんとりあえず帰る、アムチンの母ちゃんめちゃめちゃいいキャラだったね、あいこちゃんよりは若い感じの人だったけど、なんかバードさん好き飲み行こうって言って、いや俺飲み会行かないよって言って、二次会とか行かないよっつったら、じゃあホテル行こうっつって、ホテル行かないよって言って、タクシー代1万出すからって言って、いや行かないよって言って、そう、いやアムチンママ良かったよキャラ、そう糖尿まだね初期段階だっていう風には言われた便所さんに。でもそれほっとくともう半年ぐらいで薬になるから、もう気をつけなって言われた、初期段階の糖尿だよって。いや俺浮気しないって、だからしない、ただババアに好かれることだけはやっぱりそう、だからもうババアを集めてこう、ババアを、いやリスナーの今回ばっかりはリスナーのお前多分糖尿だぞっていうのはちょっと助かったと思う、いやあのね村野さんも言ってた、村野さんと便所さんの大人2人がいるところに相談したので、もうニコニコしながら語ってたもん、そう糖尿治んないからね。ただ和道の話聞いてる限りは俺らもその通った道だけど、もうかなり初期の段階だから、だからもう食事とウォーキングで治るって、治るっつうかもうなんつうの抑えるっていう感じ、ババアはババアと思ってない、だから厄介なんだよ、そうババア
そうなんだよね。俺ババア嫌いじゃないからいいんだけど、歌も見た、ありがとう。便所さんは今糖尿で体重を落としてる。ガチの糖尿病生活やってる。食事改善とか。だから便所さんに聞いたのよ、うん。いやー、のりこしょっぱいのとか甘いの好きだからどうなんだろう、うん。米の量を減らして生野菜ね。なんかリスナーが生野菜買い買い言ってたのがよく分かったよ。いやー痩せてた、便所さん。便所さん痩せてきたよ。薬を始まったらもうその肝臓からインスリンかなんかが出ないんだって。だからもうどんどん腐っていくだけなんだって。だから薬になる前にその運動したり食事改善しなって言われた。喉が渇くのよ、とにかく。とにかく喉が渇くの、うん。1日で全然、配信中で4リッターぐらい飲むもん。で風呂上がりとかも飲むし、もうだって500のペットボトルなんかゴクゴクってもう全部飲み切っちゃうもん、一気に。いや俺もね、糖尿にはなってないと思ったけど、なんか最近ずっと疲れ、あとね、アルファさんとカメラ撮りに行った時言われたの。え、今日寒くないですよ、そんなにって。和道さんな、俺寒い寒いって言ってて、なんかおかしくないですかとは言われてたのよ。で、末端が冷える病気でもあるんだって、糖尿病って。マジか、乾パンだけか。喉が渇くの、普通にスポーツの後みたいな、喉渇いたってなるじゃん、あんな感じ。飲み物は何がいいんだろう。ブラックコーヒーは OK？ 疲れが取れないのなんでか分かんないけど、そのあるあるなんだって、初期症状の。で、今度は起き上がれなくなってくるらしいよ。失明とかもあるしね、末端冷え症になってるって。甘いジュース、え、ブラックコーヒーは OK？ 血液検査はまだしてないけど、もうほぼ確定だって。ブラックコーヒーは、ブラックコーヒー、血圧は超低いの、だから起きれないの。超低血圧、もううちの家系全員そうな、超絶低血圧。ブラック OK？ ブラックはじゃあ麦茶がいいの？ OK、 分かった、菓子パンやめるわ。うわー、マジかよ、俺甘いものだけが生きがいだったのよ。3杯ぐらい、え、飲みすぎたらダメなの？なんで3杯までなの？ブラックと紅茶は OK なんだ。アールグレイ買おう。甘い缶コーヒーはね、飲まない俺一切。マジか。よいしょ。え、みんなは確定だと思う、糖尿だと思う、俺のこと見て、それともまだ大丈夫だと思う？確定派の人、確定派の人でも昔からいたんだよ、ここ数ヶ月ぐらい。だからドレさんじゃない、便所さんに聞いたんだもん。違うと思う、糖尿じゃない。半々ぐらいに分かれんのかな、糖尿ではない。エビデンス取らないとわからない、うん。なるほど。今なら治る。初期症状みたいな。お、でも便所さんに言われたのは初期だって言われた。要は薬飲まなくてもいい食事改善レベルだって言われたよ。そう。でも確実にもうそれはなるよって言われた。糖尿やだよ。おら。あー、もうへこむ。え、うわ、踏んだわ、うわ、ぬるってした、うわ最悪、うわ踏んだよ、マジかよ、誰だよこんなところに椎茸置いたやつ、マジムカつくんだけど、椎茸踏んだわ、誰だよこんなところに椎茸2個も3個も置きやがってよ。いや椎茸踏んだんだよ、椎茸だよ、ほらそこに潰れた椎茸あるじゃん、俺が踏んだやつ。お前ふざけんなよ椎茸、はあ、
やマジでね本当にね椎茸踏んだわ今。何なんだろう、すげえ腹立つ、ぬるって滑りそうになった、くっそ。いやなんかメッセージ性が強いよね椎茸。椎茸は糖尿にいいの、ただいま帰ってきたよ。のんちゃん俺オフパコを誘われたけど帰ってきて偉いでしょ。当たり前だいや偉いでしょ、ババアにホテル行こうって言われたけど俺は断ったよ。のんちゃん当たり前だよ。当たり前なの、なんで怒ってんの、何自慢してんの。自慢じゃないよのんちゃん、俺がのりこをいかに愛してるかってことだよのんちゃん、わかる。してるでしょ。今朝ナンパしてないのんちゃん、持って。石田ゆり子にと。ちょっといいよ。じゃあみんなと相談して。言っていいよ、言いたいこと。うん。いやのんちゃんメガネかけないけど見えない。見えない。いやイヤホンつけたらいいよ。言いたいこと言って聞いてもらえる。おはよう。はい、のんちゃん顔向けないと。だって。いいよ。ね、のんちゃん俺糖尿だって。弁護士さんに言われた。どうすんのそんなの、病院行かなきゃ。だって保険払ってないの。マジかよ、糖尿病かよ。発達はアンチのせいでしょ。ロバって言うな。え、ロバって言うなそうだな、のんちゃん可愛いじゃんね。そうだよ、老婆って言うな、のんちゃんはコメント3倍不足ぐらいになるね、のんちゃん可愛いよ、はい、可愛い、今度可愛いじゃん。どこが老婆なんだよとか言うの、めちゃめちゃ可愛いだろね、のんちゃんね。そうだよね、大体こういうこと言ってんのとんでもないブスなんだよね。ね、そうだ、とんでもないブスババアが偉そうに老婆とか言うな、老婆とか言うな、俺の彼女。のんちゃん痩せたよ、5キロ痩せたんだ。5キロ痩せたんだよ、ほらのんちゃん、あ、自慢の足見せてあげて、ほら自慢の足、のんちゃんのほら自慢の足、5キロ痩せたから、ほらプリップリの太もも、プリップリのね、のんちゃん可愛いよね。5キロ痩せたんだよ、うん、プリップリだから、のりこは自慢の、ひがみだよ、ひがみだから、ひがみだよ、のりこに対する。ババアどもの、のりこが可愛いから。そうだ、そう、のんちゃんダイエットしてた。糖尿の話、いやどうすりゃいいの糖尿。あ、ステーキうまかった。のんちゃんご飯食べた。食べてない。何食べる。俺、あれだ、イベント中だからさ、酒は 3,4 杯飲んだんだけど、ステーキつまんだぐらい、ちょっと。ご飯は食べてない。糖尿は食べれない。いや、だからちょっと糖尿のことを考えていかないと。キツネ15号さん、膝が可愛い。キツネ7号さん、のんちゃん何したら痩せれたの？のんちゃん何したら痩せれたの？だって。キツネ75号さん、後ろのスケルトンと見分けつかん。キツネ16号さん、ひがみひがみ、断る愛してる話にはならない。通常の男なら彼女いて、いてもどこ行ってる。どういうこと。オフパコ誘われても帰ってくるかっこいい彼氏。え、ちょっと待って、おしっこって映したらバンになるかな。バンか、いや、じゃあ、どれだけ泡立つのか見せようかなと思って。ダメか。じゃあ、のんちゃんに見てもらうのは。のんちゃんがチェックする。のんちゃんのリアクションなら OK でしょ。
俺がおしっこする流さないのりこに見てもらう。それどう？それどう？のりこのリアクションで。ちょっとじゃあのんちゃんに渡すね。じゃあのんちゃん持ってて顔でのりこのリアクションね。ちょっとおしっこで見るよ。見たくねえ。キツネ12号さん医者に見せろ。キツネ85号さん病院に行けばいいだけの話。キツネ12号さんキモいのは。キツネ8号さんのんちゃんが図解説明。キツネ16号さん小便写したいんだろ。キツネ65号さんキモい。キツネ75号さんのりこ顔見ないの。のりこの顔のリアクション。ああそれは普通だよ。そんぐらいは。キツネ65号さん、うん、目やばい。キツネ77号さん、うん、大丈夫。歯が消えるなら大丈夫だよ。キツネ26号さん、これくらい普通だって。大丈夫だって。のりこいのりこ曰く大丈夫だって。血液検査すればいいだけ。キツネ8号さん、ちょっとのんちゃんいじめんのやめて。おしっこ見るよ、わらわらわら。のんちゃんをいじめないで、俺の可愛いのりこ。やめて。のんちゃんは病気なの。こうストレスだと顔が潤んでいくの。だからそういうこと書けば書くほど真っ赤になってかぶれてくんだよ。本当にやめてあげて。本当に出すよ。出したら閲覧上がるんだから。のんちゃんせっかく治ってきたんだから。のんちゃんいじめないで。もう病気だから本当に。そうストレスでブツブツができていくの。だからストレスかけないであげて。帯状疱疹っていう。麦ご飯にしたらいいよ。キツネ83号さん、ツバキオニヤッコさんに似てますね。キツネ4号さん、整形失敗。キツネ69号さん、そんな病気ありませんわら。キツネ15号さん、病気なの？キツネ65号さん、偽物にするひどいわら。キツネ4号さん、そんな病気ありません。歌どうだった？うまかった。歌どうだった？負けちゃった、ごめんね。あのね、七号さん、マリエさんが入ってきたからね、ポイントが上がったんだ。まあしょうがないよね。帯状疱疹じゃないのなら、狐88号さん、お前がストレスがどんどん。狐79号さん、顔の帯状疱疹は俺の方がうまかった？声でかくなかった？おっかったか。まあ、CD 出してるか。顔はもちろん喋りが変なのはアレルギー関係ないだろ。キツネ4号さん、師匠なののりこってなんでそんな喋り方なん？キツネ15号さん、どうしてカズミチだけバンドが演奏しなかった？どんちゃんのこといじめんなよ。86号さん、はいはい、ふざけんなよ。のりこが、の俺のプリンセスが。のんちゃん中、レシピ通りにのりこに作らせるんだわら。え、いや、のりこに作らせるっていうか、俺も全然作るよね。うん、うん、何食べる？26号さん、シアウトしてた。
狐92号さんはどうて食生活結構ひどかったのか。結構ひどいね。狐77号さん8号かのりことロハコさん一緒にしないでください。狐93号さんのりこと別れるっていじめてたのお前だろ。狐19号さんうわ。狐86号さんロハコ扱い。何どうしたの、何食べたい。あ、俺企画考えたんだよのんちゃん、うん、クリスマスイベント、アップルパイかパンプキンパイ焼こうよ。よっしゃ決まり。のんちゃんとクリスマスイブからクリスマスにかけてアップルパイ焼きます。それどう、アップルパイ。甘いものダメだよ。ああそうだよ、糖尿だよ。スイーツは禁止だ。いや最後の糖尿、糖尿最後のスイーツ。お前の企画最後までやったことないから。最後のスイーツ。キツネ22号さん8号か、エホーちゃんか、ステッカーまだあるのか。キツネ4号さん、え、のんちゃんご飯どうする本当に。キツネ86号さん、ネタに使って、今や。キツネ79号さん、じゃあ写真いじるかな。キツネ90号さん、ツイッターに上げる写真いじるか。キツネ57号さん、オーブンあるの。キツネ73号さん、オーブンっていうか、なんだっけ、ヘルシオがあるの。キツネ16号さん、解放予防。キツネ48号さん、まずは国保体能なんとかしろ。キツネ15号さん、糖尿なのにアップルパイわらわらわら。キツネ69号さん、近くで見ると肌ボロボロですね。キツネ4号さん、部屋狭いな。近くで見ると肌ボロボロ。キツネ3号さん、オーブンあるん。おっさんだからな、もう。キツネ22号さん、まあ最後のスイーツなら多めに見てやろう。味わって食べな。キツネ16号さん、サメ島も予防。キツネ94号さん、ヒドンナもこの間糖尿になったって言ってた。キツネ95号さん、裏座談会つまらなすぎてごっちきた。ヘルシオ高かったよ。キツネ16号さん、ヘルシアだよ。ヘルシオってオーブンレンジ。キツネ26号さん、老けたな。キツネ73号さん、サメちゃんは。キツネ93号さん、どうせ糖尿も嘘だろ。キツネ15号さん、ヘルシオって高かったろ。キツネ16号さん、誰の写真が一番見たい。むくんでる、むくみやすい。お酒飲むとすぐむくむ。顔すごいな、なんでそんなにむくむんや。お酒飲むとすぐむくむの。キツネ86号さん、糖尿は贅沢やまい。キツネ87号さん、こんな時間に食うから病気になる。うんと違うか。キツネ1号さん、確かに顔むくんでないか。キツネ15号さん、金持ちだな、ヘルシオ買うなんて。キツネ57号さん、ヘルシオいいやつだね。キツネ16号さん、あアイテムヘルシオ代か。キツネ22号さん、水の飲みすぎで体に水が貯蓄されてるなわら。キツネ62号さん、配信者は食生活がひどいよね。キツネ93号さん、むくみじゃなくて舌ぶくれ。キツネ15号さん、肝臓悪いんだね。キツネ23号さん、うちもヘルシオだけど面倒くさい。キツネ4号さん、アムチンの母ちゃんですよね、隣にいるの。キツネ86号さん、和道は舌ぶくれ。キツネ69号さん、食生活管理してくれる彼女じゃなきやね。キツネ95号さん、なあ、のんちゃんありがとうね。リスナーさんから聞いたよ。アルコールもなんかコメントでのんちゃんいっぱい応援してたよって。キツネ86号さん、ありがとう。不節制の極み。じゃあやりますか、歌うま選手権。うん、キツネ96号さん逆。キツネ97号さん FC に。偉いね。キツネ98号さん、わらわらわら。キツネ86号さん、タバコ逆。キツネ92号さん、わら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 。キツネ12号さん、正直どうでもいい。監督が糖尿なろうとどうなろうと。キツネ93号さん、その年でちゃん付けはきついな。キツネ92号さん、ワド焦ってるな。キツネ57号さん、あるある逆。キツネ1号さん、わら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 。キツネ99号さん、こっちみんな、ふんやろう。キツネ16号さん、糖尿病はやることが違うわ。キツネ15号さん、和道は金眼なの。キツネ87号さん、タバコやめろよ。キツネ86号さん、そこらリサイクルショップか。リサイクルショップじゃないよ。キツネ100号さん、作業してる横顔腹立つな。キツネ77号さん、ふんやろう www。 キツネ22号さん、ジャストミートあたるがバカにしてたぞわら。いいんじゃない。キツネ93号さん、糖尿は嘘、保険証ないから病院行けないだろ。
キツネ96号さん1日ナンバコスノキツネ16号さんノリコ今日フェラしたら明日報告よろ。キツネ98号さん末端が冷える。キツネ100号さん本当に糖尿病かもしれないんだよこれ。人生価値組キツネ65号さんチンコの皮むいて狩りのところこすって匂いを嗅いで。キツネ12号さん思ったんだがリスナーにうまい下手はかんのかな。ワドは誰が一番うまいと思った。あーナーボー盛り上げがやっぱすげえうまいなと思ったけど、歌がうまいかどうかじゃなくてナーボーはやっぱカリスマ性あるなと思って。ヒカルくんとあのタッグ、あとヒイラギちゃんと沼田くんと、まあ女性陣だよなあの二人ツートップ、ヒイラギちゃんとあのラムメロちゃん、あの二人は別格でしょ。チンコの皮むいて狩りのところこすって匂いを嗅いでみて。キツネ73号さん裏陣の状態説明よろ。キツネ86号さんインスリン生活か。キツネ101号さんまでは行ってないと思う。初期の糖尿病2型ってやつなんだって。1も2も治んないの。1は遺伝で2はその生活習慣だって。キツネ93号さん保険証ないから病院に行けないよな。キツネ95号さんみんな理事会のやってるよ。いや俺二次会は行かない、打ち上げ行かない派だから。コミュ障だから嫌なの。キツネ14号さん風船をプレゼントしました。あ風船ありがとう。キツネ57号さん甘かったらやばい、うん、キツネ90号さんおい。キツネ60号さんチンコの皮むいて狩りのところこすって匂いを嗅いで。キツネ86号さんじゃ大丈夫だよ、薬ちゃんと飲んで野菜食べな。キツネ12号さんよっさんは手遅れぽいけど君はまだなんとかなる。キツネ100号さん行かないは知らねえよ。キツネ15号さん血液検査くらい保険証なくてもできるだろ。キツネ101号さん島津。キツネ101号さんチンコの皮むいて狩りのところこすって匂いを嗅いで。キツネ102号さんチンコの皮むいて狩りのところこすって匂いを嗅いで。キツネ49号さん甘い匂いっていうのが汲み取り家が同僚判断する基準みたい。キツネ86号さん不摂生はやめなね。キツネ16号さんよっさんはあと2年生きれば大したもんだ。キツネ93号さん今度は病気設定でフルごときするの。キツネ103号さん和道さん歌うまよかった。キツネ10号さん短いはないぽな。キツネ4号さん、うん、せっかくお母さんと一緒に住んでるんだから手料理作ってもらいな。キツネ11号さんこの季節は野菜たっぷりでお鍋にしましょう。キツネ104号さん血糖値いくつ。キツネ22号さん糖尿病サイトでググってくれうまそうな食事レシピがあったぞ。キツネ105号さん閲覧稼ぎの嘘つき。キツネ106号さんチンコの皮むいて針のところこすって4回ぐらい間違えたの。キツネ13号さんフルごときなんですか。キツネ102号さんチンコの皮むいて針のところこすって匂いを嗅いで。キツネ106号さんチンコの皮むいて針のところこすって匂いを嗅いでみて。キツネ103号さん和道さんブルーハーツ最高やった。ありがとう。キツネ60号さんチンコの皮むいて狩りのところこすって匂いを嗅いでよ。キツネ73号さんピクニックいつ行くの。キツネ101号さんチンコの皮むいて狩りのところこすって匂いを嗅いで。キツネ100号さんこんなドラに医療費かかるから日本はダメになる。キツネ106号さん、チンコの皮むいて、狩りのところこすって、匂いを嗅いで。キツネ107号さん、糖尿病。キツネ93号さん、こいつの糖尿は設定だから、いつも嘘ばっかだし、心配しても無駄。キツネ57号さん、食生活改善しないとね。なんかさ、カラオケ枠だと歌下手って言われるけどさ、歌うま選手権だと歌うまいって言われるよね。なんでなんだろう。音響が、音響がちゃんとしてる設定だと歌うまいって言われるんだよね。てめえのチンコでやれよわらわらわら。キツネ16号さん、のりこは料理、掃除、買い物嫌いなんなんだ。キツネ86号さん、糖尿病の症状があったの。キツネ107号さん、のんちゃんは。糖尿病治んないらしいね。キツネ73号さん、糖尿病って何か支障出るの。
キツネ103号さん、和道さん歌うまいんですね。ありがとう。キツネ60号さん、チンコの皮むいて狩りのところこすって匂いを嗅いで。キツネ92号さん、焦ってるというか落ち込んでるのか W タバコミスってルシワラ。キツネ108号さん、同業って治らんで。キツネ103号さん、和道さん最高やった。キツネ102号さん、チンコの皮むいて狩りのところこすって匂いを嗅いで。キツネ93号さん、同業は設定です。キツネ108号さん、伊予大統領。キツネ109号さん、今日も酒飲んだから眠たい。お酒はね、本当に飲まないから。極高無理だけが残念だったな。キツネ105号さん、税金泥棒ゴミ配信者。キツネ110号さん、なんでなんだろうね。俺の時だけバンドならなかったの気づいた。キツネ86号さん、痩せたか。キツネ106号さん、俺の時だけドラムもベースもギターも誰も演奏してくれなかったんだよね。キツネ109号さん、和道歌よかったわ。キツネ108号さん、日本酒は禁止やぞ。そう、俺びっくりしたんだよな。俺の時バンド演奏ないのと思って。キツネ112号さん、監督大丈夫ですか。おしっこは1日10回ぐらい。バンドチームアンチだったのかな。俺のアンチだったのかな。俺だけさ、ノー演奏だったんだよね。なんでとか思って。だってバイオリンの曲だったからしょうがないよ。そう。やりようがない。あれ俺の。この辺に。びっくりしたよ、俺。曲の問題だったのか。リハ出てないから。ロハコさん死んだよ。ロハコは星になったよ。ロハコさん死んだ。星になった。うん、遅刻してもみんなグダグダ言わなかったね。うん、読み上げ遊びたいの。だってなんかチンコがチンコがっていうのを読み上げたらさ、見上げつけるわ。チンコの皮むいて狩りのところこすって読み上げ欲しいの。だからチンコの皮がどうのこうのってずっと言われてもさ。本当に言ったの。キツネ60号さん、チンコの皮むいて狩りのところこすって読みを書いて。チンコの皮をブロックしたくないんで俺。キツネ12号さん、遅刻に関しては何も言われないんだね。みんな優しいな。キツネ101号さん、チンコの皮むいて狩りのところこすって読みを書いて。キツネ106号さん、読み上げ遊びが。キツネ115号さん、金馬へとよっさんがおるの忘れてると詰めるよ。キツネ27号さん、ロハコさんの死因は何。キツネ102号さん、チンコの皮むいて狩りのところこすって匂いを嗅いで。キツネ103号さん、ブルーハーツマジよかった。ありがとう。キツネ22号さん、ロハコとシンゴがチューしている動画あったぞわらわら。マジで。キツネ116号さん、歌うま惜しかったな。キツネ86号さん、和道昔嫌いだったけど今は少しだけ嫌いだよ。キツネ113号さん、読み上げつけても良いから音下げて。キツネ101号さん、チン。キツネ106号さん、チンコの皮むいて狩りのところこすって匂いを嗅いで。キツネ101号さん、チンコの皮むいて歯のところこすって匂いを嗅いで。キツネ117号さん、糖尿病の症状ってどんなの。これくらいで OK？ 三赤ぐらいで連投してて笑う。これくらいで OK？ OK だったら教えてください。これくらい？はいはい。キツネ12号さん、ワドと3回目が入場したら最強だと思う。コミュ力お化けと知識の融合。キツネ103号さん、ワドさん歌うまいんですね。ワド監督さん、歌うまの写真現像する。キツネ115号さん、金梅を舐めてるな。キツネ113号さん、うん。キツネ113号さん OK。キツネ90号さん1。キツネ73号さん、和道元年。キツネ101号さん、チンコの皮むいて狩りのところこすって匂いを嗅いで。キツネ118号さん、ピッピ泣いてるよ。キツネ90号さん2。キツネ119号さん、はよブロックしろや、勘一緒。キツネ102号さん、チンコの皮むいて狩りのところこすって匂いを嗅いで。キツネ103号さん、アンチいらない。キツネ90号さん、マンコ。キツネ12号さん、読み上げもういい。
キツネ23号3 KP を10個プレゼントしました。あ、 KP ありがとう。 KP ありがとう。キツネ87号3チンコの皮むいて狩りのところこすって匂いを嗅いで。キツネ116号3伝統は NG 入れろ。キツネ102号3チンコの皮むいて狩りのところこすって匂いを嗅いで。キツネ60号3チンコの皮むいて狩りのところこすって匂いを嗅いでよ。キツネ73号 3KP をプレゼントしました。キツネ10号さん、え、ブロック何番ブロックって言って。キツネ67、え、もう次連投したらブロックね。次連投ブロックしたらブロックね。もう忠告したからね。皮むいて狩りのところこすって匂いを嗅いで。ブロックです。キツネ119号さんつまらんゴミはよ、ブロックしろ。ブロックするわ。キツネ102号さんチンコの皮むいて、はい、ブロックです。チンコの皮ブロックです。チンコの皮ブロックしました。窓監督。キツネ102号さん。チンコの皮ブロックです。チンコの皮むいて狩りのところこすって匂いを嗅いで。キツネ103号さん102。キツネ62号さん106。キツネ119号さんブロックをすれば。キツネ116号さん WW。いいねありがとう。いいねありがとう。アイテムありがとうね。101号さんチン。キツネ23号さんいいねを10個プレゼントしました。キツネ120号さんワロタ。キツネ121号さん103。てか肉うまかったな。キツネ10号さん栗だぞ。キツネ120号さんこの皮。いや高級だもん毎回。テレチャンピオン大赤字でしょあれ。豚下手でしたね。毎回大赤字だからね。キツネ101号さん皮。キツネ101号さん剥いて。キツネ60号さん103。キツネ101号さん匂い。キツネ101号さん。まあでも儲けてるからね。3000万ぐらい儲けてるから。だから全然痛くないと思うけど、年末調整にいいじゃん。派生だもん、経費で落ちるし。キツネ120号さん指でこすって。キツネ116号さん。しかし画像は配信者の波に飲まれると全く活躍できないのはなんでだ。キツネ101号さん、ね、チンコの皮むいて狩りのところこすって匂いを嗅いで。キツネ103号さん101も。あ、101もブロックね、了解。キツネ95号さん、去年は儲けたらしい。キツネ10号さん、歌うまさ。去年は1700万って言ってたらしいね。キツネ60号さん103号。キツネ23号さん、風船を10個プレゼントしました。風船ありがとう。風船ありがとう。どれから現像しようかな。やっぱテルの顔からやってあげた方がいいよね。テルの企画だから。テルチャンピン歌うま選手権でアップしようか。キツネ103号さん、テルの顔と、テルの顔からいくか。キツネ120号さん、は向いて。シャッター相当切ったなこれ。キツネ123号さん、エスパー伊藤こと伊藤万寿男は芸能活動から引退をいたします。キツネ23号さん、ハートをプレゼントしました。ハートプレゼントありがとう。キツネ103号さん、和道さん歌うまいんですね。歌うまかった。キツネ120号さん、誰か。そうかな。キツネ26号さん、チャンピン200発花火ゲットしてた。すごいね、200発か。まあ、テルの企画だからね。テルの企画だから。テルの集合写真どれがいいかな。どれが一番いいんだろう。これかな。これにしよう。1874。キツネ116号さん、和道は下手だったけど他の配信者のほとんどがお前以下だったね。
これ下手だった？キツネ124号さん、歌見ました、お疲れ様です。 ありがとうございます。キツネ103号さん、やっぱりバンドマンなんですね。まあバンドもともとやってたんで、その辺は。キツネ120号さん、ティングック。キツネ116号さん、やっぱ和道といえばラップだろ。え？ラップ？あ、ラップも全然歌うよ。キツネ10号さん、今回歌うまの履歴残してないんだな。いや、多分ね、バタバタしてたから設定の問題だと思うよ。後で公開するでしょ。後で公開はすると思うよ。キツネ103号さん、ブルーハーツは和道さんに似合ってました。ありがとう。キツネ124号さん、同僚なんですか。糖尿になったっぽいね。ドラップ好き。糖尿になったっぽいね、多分。キツネ23号さん、ワドさんのブルーハーツ好き。ありがとう。キツネ125号さん、1時間放送回して花火ゼロ発とかオワコンだな。オワコンだよ。いや本当にやばいよ、毎回毎回。まず花火師さん掴まないとな。でもね、時代が変わったんだよ。時代がもうね、オタク文化じゃなくて陽キャ文化だなって思った。今回もう陽キャの、陽キャの文化なんだよ。なお気に入さんよりは同さんに投票しました。 ありがとう、ありがとう。キツネ124号さん、ひどんなさん数日前糖尿発表していた。マジだ、みんな糖尿だね。みんな糖尿だ。キツネ26号さん、コウモンヒロトって56歳だよ。コウモンヒロトもう年だね。キツネ103号さん、和道さんの方が良かったよ。本当にありがとう、ありがとう、ありがとう。キツネ116号さん、和道は歌のうまさの前にジャック・ダニエルのパーカーがダメだったな。ジャック・ダニエル、普段着だから普段着。だってジャック・ダニエルのパーカーしか持ってないの。キツネ126号さん、バルバ王はもう1年以上糖尿病に組みってます。しかもシマジロ髪の毛がキラキラする。なんかこのね、そう、そうキラ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 してんの。何それとか思って、そこまでやるのと思って。芸能人じゃん。なんかシマジロの髪の毛がキラ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 、ラメみたいになってんの。何これとか思ってびっくりした。超長い間セットしてもらってたよ。すごかったよ。いやだってみんな本当芸能人みたいな感じでやってたよ、うん、何それ。配信ってそんな文化だったっけ。116号さん、のりこいるな W。 小汚い小敷みたいな感じだったもんね、昔までね。 1C はどのぐらいなんですか。え、あ、わかんないっす。キツネ128号さん、糖尿ですか。糖尿っぽいね。画面ではわからなかった。キツネ10号さん、カメラも多かったしテレビみたいだったな。ああ、そうだね、カメラ何カメだ、4カメかな今回。すごい、うん、4カメ入れてたよ。キツネ49号さん、過去の食習慣書き出して見せてみて。
キツネ129号さん、ワドツです。はい、ワドツ。キツネ109号さん、私、高本ヒロトと同じ誕生日や、あ、そうなんだ。キツネ116号さん、インスリン打たなくていいようにだけ節制していても、そうだね。これマジで。インスリンはマジで、もう、超大変だっていうもんね。確定じゃないんだ、わら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 。インスリンはやばいらしいよね。キツネ130号さん、よう、お前も糖尿なん？いや、俺も糖尿っぽいんだよね。キツネ109号さん、和道プリン食べんなよ。いや、プリン食べられないよ、もう。キツネ116号さん、血糖値200超えたらダメだぞ。キツネ10号さん、インスリンって自分で注射するんだって。キツネ131号さん、歌うまかったよ。歌うまかった、ありがとう。原田さん、ボケてるな。キツネ129号さん、どんな自覚症状がありますか？お、それさっき書いた。キツネ132号さん、ヨシさんと同じだね。キツネ130号さん、空腹と気血糖なんぼ。キツネ103号さん、わかんない血糖値。うまいこと初めて知りました。ありがとうございます。ぜひフォローしてください。キツネ116号さん、180以下なら大したことない。検査キット買おうよ。検査キット買う？キツネ133号さん、あげちゃんとかいう配信者が何か言ってます。いや、知らないですね、あげちゃんって人。なんて言ってんだろう。キツネ116号さん、検査キットじゃなくて病院行けよ W。 キツネ130号さん、酒毎日飲まないよ。酒は毎日飲まないんやろ。全然飲まない。じゃあ家計。キツネ103号さん、のんちゃんも大好きだよ。キツネ134号さん、ついに病気か。女子3人ついに病気だね。もう年だね。年。キツネ135号さん、歌やばいらえ。キツネ87号さん、配信者でヘッドホンしてる人としてない人いるのはなぜ？俺も普段ヘッドホンしてる人、モニタリングしてるかどうかな。体質もあるから、私は少ない単位の注射してます。注射の方が身体に優しいと知らない一般人は多いですよ。キツネ116号さん、あと糖尿ののみ薬もやめとけ。これもマジで。え、糖尿ののみ薬？あ、そうなの。まあ薬は飲まないと思うけど。キツネ130号さん、便所さんに食事とか聞いてみては。いや、便所さんに言われたの。あ、もうほぼ確定だねって。糖尿病になったの？いや、前から疑惑は出てたんだけど、今日でほぼ確定。今日でほぼ確定だね。キツネ116号さん、先天性の人だけだよ薬は。キツネ136号さん、マジかよ。キツネ135号さん、甘いジュース飲みすぎわら。キツネ129号さん、ね、何が決め手でした？いや、弁当さんと村野さんに、あ、それ確定でしょうって言われたの。キツネ130号さん、コーラとか飲みすぎか。キツネ136号さん、いや、多分スイーツだね、スイーツ。病院に行ったの？キツネ26号さん、高本ヒロトって60になってもライブで踊りまくるのか。いや、すごいよね、かっこいいよね。
キツネ137号さん、普通に病院を行って血液検査すれば HbA1c というの見れば進行具合わかるよ。へえ。キツネ116号さん、多分和道の糖尿は予備軍止まりじゃね。予備軍だって言われた。キツネ49号さん、スイーツも結構すごいぞ。キツネ129号さん、血液検査受けてください。映画みたいです。体調心配です。大丈夫だと思うよ。初期だよ。なってるとしても初期。波紋解除したの。キツネ139号さん、解除してないよ。ほいちしいね。もう自分でやってくって。キツネ140号さん、病院を行ったのか。キツネ133号さん、あげちゃんっていう配信者がディスってる。キツネ130号さん、でもまだインスリンは打つレベルまで入ってないね。キツネ141号さん、1型2型、多分2型って言われてるけどね。キツネ142号さん、チンコの皮むいて狩りのところこすって匂いを嗅いで。キツネ143号さん、自分も病院行く前の冷や米ワイン飲みまくって行ったら糖尿言われた。キツネ144号さん、ダンカンも破門したの。キツネ27号さん、解放時枠で和道ディスってた。キツネ116号さん、糖尿よりハゲ治療に力入れろ。キツネ141号さん、今日の歌うまよかったわ。 ありがとう。キツネ138号さん、病院で糖尿と言われたの。キツネ109号さん、142号死ねキモインジャバラ。キツネ141号さん、漢字はしないから長いお付き合いしていかないとだね。ね。キツネ143号さん、病院で言われてないの？病院で言われてない。キツネ145号さん、糖尿になるとどうなるね？キツネ138号さん、何で糖尿の疑いの話が出てるの？キツネ146号さん、2001年のバイオリン描った。キツネ49号さん、まず産地と清涼飲料水の数を減らそう。そうだね、もうジュース禁止だね、ジュース禁止。キツネ147号さん、お前糖尿の知識ねえのに W。キツネ130号さん、まずはお茶に帰ろ。キツネ68号さん、糖尿はメンタルも不安定になるな。キツネ148号さん、ヘモグロビン何パーセント？キツネ116号さん、糖尿はサイレントキラーです。例えば傷の治りが遅いなどです。キツネ140号さん、病院行ってないの？キツネ109号さん、和道またブルーハーツ歌ってな。アステリスク、あ、全然歌うよ。キツネ143号さん、診断されてないのにどうして糖尿って思ったの？キツネ134号さん、保険証ないもんな W。 キツネ147号さん、病院を行ってない W、 知識もない。キツネ149号さん、自販機の甘いコーヒーは糖尿病になりますよ。こんばんは。キツネ130号さん、糖尿で怖いのが合併症。甘いのは飲まないから俺、そもそも。キツネ68号さん、糖尿啓発の動画作ったら役に立つよ。キツネ129号さん、ね、友人は目が痛い、見えない部分があると病院に行ったら糖尿で眼底出血して正しいです。テルのかっこいい写真ないの。キツネ143号さん、どうして糖尿病院だと思うの？キツネ147号さん、どの辺に症状あるんだよ W。 キツネ130号さん、まだ予備軍なんじゃないの？
キツネ49号さん、ご飯やパンはお腹いっぱいになってそんな食べられないから。キツネ138号さん、誰に言われた糖尿と。キツネ90号さん、おい。キツネ150号さん、歌うま優勝した。キツネ140号さん、新残暑見せろは。キツネ151号さん、寄り目はファッションか。キツネ130号さん、今日はコメント多いな W。キツネ87号さん、便所は節制してるの。キツネ10号さん、糖尿、のんちゃんの味覚調べ。キツネ150号さん、次は捨て頃かな。キツネ26号さん、次大きなイベント捨て頃だね。ヘッドバンキングするのかな、どれさんより年寄り。キツネ143号さん、糖尿は過眠症みたいな症状も出るよ。キツネ146号さん、和戸さんの方が歌うまかったけどな。そう。キツネ130号さん、オクラとかが血糖値帯にいいらしいぞ。キツネ116号さん、尿の泡の量はどんな感じ。そうでもないって言われたね。石川がいなければ勝ててた。まあ持ってるよね、石川さん、あそこで呼ぶっていうのはね。あそこで石川さん、石川キツネ107号さん、ね、糖尿病か。キツネ147号さん、検査受けてないのに何言っちゃっての。キツネ130号さん、一回ちゃんと血液検査した方がいいよ。一回した方がいいかもね。キツネ138号さん、歌は誰が優勝した。歌はね、ラムメロさんが優勝した。これでドレシンがセコンドなら面白いけど難しい。歌はラムメロちゃんの優勝だね。キツネ143号さん、糖尿病院は追発進。キツネ49号さん、糖尿の方に一冊買えば。キツネ151号さん、寄り目の検査もしてこい。キツネ152号さん、まずは検査してからだね。キツネ143号さん、何もなければいいけど。ねえ、何もないといい、まあ一番いいんだけどね。キツネ147号さん、この人クリエイターらしいから病気も作っちゃう W。 キツネ26号さん、ラブメロは次元が違う。キツネ8号さん、病院行くなら糖尿病内科が入っている総合病院がいいよ。キツネ130号さん、まあ血液検査までは甘いものは禁止だな。キツネ129号さん、和戸さん、シルバーはしばらく作らないんですか。シルバーはね、今ねちょっとできないかな。キツネ153号さん、ヘモグロビン A1C はいくつやったん。キツネ154号さん、和戸うさんこんばんは。こんばんは、こんばんは。キツネ150号さん、糖尿病って痩せててもなるんだって。キツネ155号さん、かっこいいですね。キツネ134号さん、映画もできないかな。キツネ130号さん、年明けくらいにでも血液検査行くといいぞ。キツネ156号さん、インポおめでとう。インポではないんだよね、まだ。ひどいとインポになるらしいけど。キツネ157号さん、便所は仲間増やしたいだけだよ。糖尿仲間。キツネ147号さん、
例えばどんな症状で出るの？キツネ153号さん、血糖値はどう？キツネ158号さん、糖尿病なんですか？太っていないのに大変ですね。キツネ8号さん、痩せてても何らしいよね。糖尿病検査は空腹時の血糖値を測るから予約していかないとダメだよ。キツネ90号さん、変態ですか？キツネ130号さん、よっさん、金馬へ、便所糖尿仲間 W。キツネ158号さん、誰かさんみたいにならないでね。キツネ138号さん、のりこも運動不足で糖尿かもよ。キツネ143号さん、どうして糖尿だと思ったの？キツネ147号さん、糖尿だという根拠は何よ？キツネ158号さん、運動しましょう。そうね、運動しないとね。キツネ90号さん、お前糖尿病なの？俺も低血糖なんだよ。キツネ157号さん、病院行けば病気にされる、あげく薬漬け。キツネ143号さん、和田さん心配してるのに肝心なとこで答えない。いやもうさっきさんざん答えて、もうタイムシフト見なよ。あの放送だから、うん、もう10回ぐらい答えてるの、同じ質問されても。キツネ90号さん、なんだと？一回スルーされた時点で気づこうよ。こういうのは嫌いだよ俺。でも低血糖だったらさ、うん、なりにくいんじゃないの？低血圧、あの糖尿病ね。なんだと？のんちゃん血液検査してもらったことあるもん。そうなんだ。うん、ちょっと低かったからね。キツネ158号さん、何回も言うのは嫌だね。うん、キツネ143号さん、生配信だから仕方ないじゃん。キツネ159号さん、お前の彼女50ぐらい？キツネ138号さん、不親切だな。時々は簡単に言えばよいじゃん。キツネ160号さん、スパイクじゃない？キツネ147号さん、人生。キツネ161号さん、音程 40Y 糖尿だよ、太田さん。キツネ162号さん、歌うま、よかったよ。キツネ138号さん、のりこは低血糖と低血圧の区別ができてない。血圧は正常だ。のんちゃんは喋んないんだ。そうなの？もう寝るの。寝るの？ご飯は食べない。お昼食べたから。キツネ4号さん、のりこ愛してるぞ。キツネ159号さん、おばはん何歳？キツネ163号さん、和田さんスケゴロまた出るの？出るよ。キツネ164号さん、糖尿病の方はランニングなどの運動は医者に聞いてからにして、細い血管が破裂する場合あるから、まずウォーキングから始めよう。うん、歩きなって言われた村野さんに。キツネ154号さん、もんちゃーん、やほい。キツネ68号さん、モンちゃんの作品が見たいな。モンちゃんの作品？モンちゃんの作品見せていいの？こんばんは。あー、しまってあるか。キツネ166号さん、ワドウさんこんばんは。こんばんは。昨日の12号です。覚えてくれてますか？昨日の12号？号覚えてるよ。フリーズ化を出したぞ。でも12号さ、俺にさ、10万円のさ、
あの天城フォークルって言ってたのにさ、石田ゆり子でしょ。ゆり子さんなんでさ12万の嘘ついたの。ゆり子12万のさ DM で送ってくれるって言ってたのに送ってないじゃん。え、嘘だったのゆり子。ポイントなんてすぐ送れる。ねえ、落ちればねえ、のんちゃんね。そうだよ、ゆり子釣りでしょう。新刊です、新刊。夜は寝るの習慣つけてあげてくださいね。キツネ143号さん、ね、ゆり子。キツネ90号さん、はい、遅れや。キツネ4号さん、お前釣られすぎ。キツネ8号さん、遅れて。キツネ166号さん、嘘じゃないです。会えますか。キツネ15号さん、いや、会えますかじゃなくて、DM10 万円ね、天城府で送りますって。10号さん、昨日よっさんが10万の天城府もらってたな。ねえ、狐159号さん、お前ら2人とも精神病。狐4号さん、のんちゃんは動画女とラインしてるぞ。狐10号さんは3人をください。常166号さん、のりこさんいるからまずいですよね。わあすごい。キツネ8号さん、 DM で写メ送ればあいのでは。キツネ165号さん、のんちゃん病気治したいなら生活リズム整えようよ。キツネ15号さん、のんちゃんごめんなさい、 LINE 交換しました。ライン交換しただと。してないよ。あ、これ釣りだな。釣りだわ。ライン交換してないよ。狐8号さん、わらわら。してない、してない。歌うま選手権。あ、プレゼントボックス。おお、え？プレゼントボックス。狐8号さん、のんちゃんおこ。プレゼントボックスお願いします。狐129号さん、和戸さんは色恋しないから。狐167号さん、和道監督の新作はまだですか。わあ、プレゼントボックスありがとう。プレゼントボックスありがとう。みんなたくさんプレゼントボックスお願いします。よろしく。狐8号さん、1個目プレゼントボックスをプレゼントしました。ありがとう。狐151号さん、寄り目。寄り目って言うの関係ねえだろ。寄り目、今の話題関係ねえだろ。何が寄り目だよ。寄り目じゃねえよ。あ、ワトさんエッチな少年うん、どうしたどうした。テルチャンピンの本赤ってどっちなんだろう。こっちが本赤なのかな。 DM か。4000人がこっちで、なんかテル2つあるんだよね。なんかね、 DM はこちらでっていうね。こっちが本赤書いてある。 DM なんか2つアカウントある。あ、こっちが本赤っぽいな。キツネ168号さん、同業おめでとう。ありがとう。キツネ169号さん、こんばんは。キツネ8号さん、犬やつ。テルチャンピン。キツネ165号さん、和道さんが糖尿っぽいんだよね。糖尿っぽいの。キツネ170号さん、糖尿なん。糖尿だろうね。ラムメロちゃん。ラムメロ、ラムメロ本物どれだ。ラムメロちゃんどれだ。本物サブアカ。わ、すげえ、ラムメロってこんなにいいんだ。女帝ラムメロ。うわ、10万人もいんだ、すげえ。女帝ラムメロ。キツネ169号さん、糖尿になったの？病院で診断されたの？女帝ラムメロリナネコ。
ヤミーか、ヤミー、ヤミーわかんねえな。配信者キツネ165号さん、糖尿遺伝性じゃなければ食事で安定しますよ。食事だね、食事。配信者ヤミーどれだ。 TJ エンタープライズ、あ、 TJ さんでいいか。 TJ、 TJ さん、タグ付け超めんどくせんだよな。ヒイラギリオさんでしょ。あ、いいや、3倍目光る、3倍目光る、3倍目、3倍目光る、ラギ、ヒイラギリオかな、ヒイラギリオ。キツネ171号さん、糖尿と診断されたのか。キツネ165号さん、てかこういう時に定期が欲しいんだけど、こういう時定期係出ないよな。ここで定期やらないで、いつ定期やるんだよっていうね。何なんだろう、定期が必要な時に定期やってくんねえかんな。キツネ4号さん、ヒイラギギリオってほうれい線やばいよな、本当に20代か。24でしょ、ヒイラギギリオちゃんは。キツネ150号さん、定期、誰か定期書いてください。キツネ165号さん、仕事終わった。仕事終わった、お疲れ。あ、ケビありがとう。キツネ172号さん、糖尿なん、糖尿なんだろうね。キツネ4号さん、ニンニババアは来てねえのか。定期が必要な時に定期いないがん。キツネ138号さん、最後に1回だけ言ってよ。キツネ169号さんに定期頼む。キツネ171号さん、診断書出たのか、予備軍。キツネ109号さん、任に来ないね。キツネ8号さん、定期、はじみちさんの糖尿病疑惑、1喉の渇き、2足の釣り、3のんちゃんにティンコ甘いと言われた、4手足の末端の冷え、まだ病院へは行ってません。定期ありがとう。キツネ121号さん、定期、チンコの皮むいて狩りのところこすって匂いを嗅いで。キツネ125号さん、隣の客はよくかき食う客だ。ドルベンゾ太郎、ドルベンゾ太郎。キツネ171号さん、一時的なものだ、同業ではねえな。キツネ4号さん、お構いまいって、あれなんだ、通すぎて見てらんなかったわ。キツネ147号さん、あなた糖尿ですよ、目が寄ってますから。あと誰が有名だ、有名なのは誰だろう。セブンさん、セブン、セブン。キツネ171号さん、血糖値は正常範囲だろな。キツネ165号さん、糖が出た両親は糖尿でしたか。あれ、セブンさんってカタカナだっけ。キツネ169号さん、確定って自己判断ってことか。カタカナセブンさん、キツネ4号さん、ベッドショップ店員のセブンさんか。セブンさんのツイッター、これだ。キツネ138号さん、何で部屋が赤いの。セブンさん、タグ付け1234567、あと2人。キツネ147号さん、同僚ですから。ヤミーのツイッターアカウントどれだ。キツネ165号さん、両親が同僚だと遺伝性の可能性あるから。ツイキャスヤミーで検索しても出てこない。ツイキャスヤミー、あった、これか、これか。え、ヤミーってツイッターこんな感じなの。キツネ173号さん、同僚もネタだろこいつ。ヤミー、
つね4号さん、お前やミーに似てるよな、太ってるやミー。1,2,3,4,5,6,7,8,9人、あと誰だろう有名どころ。おかまいまい、この中で有名なのは誰だ。セブンさん、ニセラファエル、ニセラファエル、常174号さん、捨て頃みやびが対戦相手、みやびが配信で言ってたぞ。あ、もう解禁されてんのかな、ちょっとよくわかんないんだよね、対戦相手。まあ発表待って、公式の。番号の枠で、嘘、塾長の正体めくれてさ、え、何、正体教えてよ。教えて教えて。え、何それ。え、誰だったの、正体。青木兄さんでいいか。キツネ174号さん、書類は送ったか。書類は送ったんじゃなくて、書類が届くんだと思う、便所さんから。青木兄さん、青木兄さん、これか。常175号さん、チンチン。キツネ109号さん、ニャンツバ。125号さん、いまだに花火ゼロ。キツネ174号さん、みやびは今日送った、みやびに負けるなよ。ん？みやびは今日送った。あー、そっか、じゃあもう公式なんだ。俺今日サインするはずだったんだけど、便所さんが書類忘れたっつって、で、あのあれになった、次回になった。俺は次回だね。よいしょ。さて、写真、常8号さん、この前ツイッターに載せてたカメラマンの仕事の時の服かっこよかったよ。あ、ありがとう。キツネ174号さん、便所は出ないみたいだぞ。いや、俺便所さんに今日出てって言ってお願いした、最後だから出ようって俺言ったよ、便所さんに。いや、最後だから、あの出ましょうよっつって消しかけた、ポンプ入れてきた。やっぱ出てほしいじゃん、便所さんも戦ってもらいたくない、だから頼むから出てっつって、うん、絶対出てくれた方が面白いもん。キツネ
狐174号さん足が痛いみたい。そう。狐109号さん半年あればなんとかなると。人格で怖いな。人体ぶっ壊れてるから。ボン二重人格なの昔からだよ。176号さん、旅団。旅団じゃないよ、ボンは。旅団、今旅団を名乗るとしたら誰だろうね。のんちゃん。のんちゃんか。常177号さん、血統値は？キツネ174号さん、多分嫁太郎が心配するから便所は出ないよ。足も相当痛みがあるみたいだから。キツネ109号さん、あからさまな二重人格の人初めて見た。あ、まあだってもう典型的な、なんつうんだっけ、そう、なんだっけ、そう、双極性障害だっけ。常に26号さん、便所の対戦相手腹ばっかり殴ってる。まあ病気だからしょうがないよ、そればっかりは。でもボンは別にいいんじゃないの。常に76号さん、便所さん、糖尿だったから。だって古いもん、ボンなんか何回俺とトラブったかも。トラブル起こすのが前提で付き合ってるから俺。病気だからしょうがない。キツネ178号さん、和道のくせに生意気だな。キツネ143号さん、解放が波紋っぽいから団員消えたな。キツネ109号さん、でもボンアイテムくれるからな、わらわらわら。ボンアイテムくれるよ、延長代くれるよ。常176号さん、去る者追わず。去る者は俺は追わない。もう何人いなくなった。ミウルでしょ、ハッチでしょ、カズでしょ。ミウル、ハッチ、カズ、ハセトモさんでしょ、レクチでしょ。何人いなくなったか。来たる者拒まず。そう、もう数え上げてたらキリがないよ。だから一生ついてきますとか、ずっと応援しますって言うほど人ほど離れてくよ。サクッとら、サクッとらなんかもう典型的だよね。サクッとらとかもう典型的だから、そもそも、あ、そういうこと言う人ってアンチ。143号さん、レクチ懐い。ん？レクチ夏い、夏いよね。キツネ178号さん、何で離れて行ったんだろう。知らないけど。キツネ179号さん、なんで配信者は糖尿病ばっかなんだ。キツネ4号さん、レクチは女と逃げたんだって。じゃあ女と逃げたんじゃなくて、なんだっけ、アリスっていう配信者に惚れちゃって。キツネ176号さん、でアリスのことディスるなって言って、で俺が、いやそれリスナーでそれはないでしょうっていう話して、そう、それで離れてった。キツネ174号さん、捨て頃応援しています。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。キツネ180号さん、エンディングの曲とか作ってくれてたのにな、わら。キツネ26号さん、お前に100年もついていけるか、生きてねえ。キツネ182号さん、ワドツ。キツネ181号さん、お前がただの嘘つきだってバレるからだろ。
ネ174号さん、セコンドは決まりましたか？いや、全然決まってない。それも、あの、カズーンさんが、みやびさんのセコンドやるらしくて、だから練習も一緒にできなくなっちゃったし、敵だから、困ったんだよね。俺、カズーンさんに頼もうと思ってたから、参ったなとか思って。どうしよう。キツネ179号さん、え、捨て頃出るの？もうファイティングスピリットは燃え尽きたかと思ってた。出るよ。キツネ143号さん、のんちゃんは？のんちゃんいるよ。キツネ180号さん、もはやどれしかないな。キツネ179号さん、相手みやびか。キツネ4号さん、どれと和解したの？キツネ182号さん、別に俺何もないよ。出演者で一番礼儀正しいと思う。ん？誰が？俺礼儀正しくないよ、全然。便所さんが多分一番礼儀正しいと思う。キツネ143号さん、のんちゃんにセコンドお願いできない？のんちゃんか。キツネ43号さん、みやびにセコンドライも。キツネ183号さん、ボス。ウィスウィスウィス。キツネ26号さん、お前のパンチ入りよくない？ん？なんだこれ。キツネ179号さん、あえてサメ島にセコンド頼もう。いや、サメさんには頼まないかな。サメさんがもしやるよっつったら全然お願いしたいけど、自分からその先輩をそういうのは俺はあんまり好きじゃないから、サメ島さんが乗ってる時とかに俺はお願いする、うん、なんか窓手伝ってやるよみたいなノリがいい。先輩をなんかこう、キツネ109号さん、タバコ吸ったことないけどタバコ吸ってみたいな。キツネ184号さん、糖尿は怠け者がなる病気。キツネ174号さん、宮妃は手が短いからパンチで決めて。キツネ4号さん、ボン、ニンニ、解放、良い子か、最近のスタメンは。キツネ182号さん、リングの上で正座してるの数道だけだった。ああ。キツネ179号さん、先輩にお願いするの嫌なの分かるけど、横と下のつながりでお願いできる人誰？キツネ184号さん、別に一人で出るよ。全然一人で出る、一人で出る。キツネ4号さん、窓って大人数になるとマジで置物だよな。俺前に出るの嫌いなんだよね。なんかゴリ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 、なんか自分が目立とう目立とうみたいなあんま好きじゃないの。キツネ181号さん、アンコロがお前バカだと気づいて囲いをやめたとタワクで言ってたぞ。いいんじゃない。別に見たいもん見りゃいいじゃん。184号さん、横田が数道で怪しいやつだって。横田先生、俺のこと怪しいやつって言ってた。金梅抑えに横なってたじゃん。キツネ4号さん、アンコロって誰だよ。キツネ176号さん、アンコロって誰。キツネ103号さん、和道さんアイテム投げないとコメントしたらいけないのかな。いや別にコメントすればいいじゃん。キツネ4号さん、ピョコタンってダウン症だよね。ピョコタンダウン症ではないでしょ。キツネ109号さん、アンコロって誰。
キツネ179号さん、逆に言えば大勢の時、前に出なければ自分の仕事量へって楽できるもんな。キツネ143号さん、年々強くなってるから今年は勝って。どうだろうね。キツネ49号さん、聖拳100月すごかった。キツネ184号さん、旅行は弟が東大。キツネ103号さん、アイテム投げないとコメント無視されちゃうから。キツネ174号さん、セコンド金前貸し機に頼んでみようか。キツネ10号さん、旅行単直感で風道は怪しいって言ってリスナーから正解って言われてた。四季さん俺絡みない。ワン太郎、ワン太郎が出てこないな。キツネ185号さん、のんちゃん何してるの。のんちゃん寝てる。キツネ181号さん、また1ヶ月前にチョコと練習するの。キツネ109号さん、いや俺半年前からずっと練習してたけど。キツネ4号さん、女性リスナーでセコンド募集しようぜ。キツネ143号さん、セコンド朝日奈は。キツネ179号さん、朝日奈さんだ。ピン前不在のステップはどうなんだろうね。まあセコンドまだ考える時期じゃないでしょ。キツネ184号さん、式もよく愛しごなんて止めるような。あれあれ、ちょっと待って、ツイッターどこ行った。ツイートがなくなった。ええツイートは、うわツイート消えた。ふざけんなよマジで。キツネ186号さん、和道さん糖尿病になったの。キツネ4号さん、三股に来てもらえよセコンド。ツイート消えたわ。何これ、うわうぜえ。キツネ174号さん、そうだった金梅はうんちしようとしたんだよな。そうそう。キツネ179号さん、ツイッターふざけんなよマジで。キツネ187号さん、お前死ね。キツネ103号さん、花火貧乏になっちゃうわー、わらわらわら。キツネ186号さん、和道さん糖尿病になったのですか。多分、多分ね。キツネ8号さん、定期和道さんの糖尿病疑惑、1喉の渇き、2足の釣り、3のんちゃんにピンコ甘いと言われた、4手足の末端の冷え、まだ病院へは行ってません。キツネ187号さん、ぶっ殺すぞ。キツネ143号さん、いとしごも盛り上がりそう。キツネ188号さん、282,332個目オーナメントクマを4個プレゼントしました。ありがとう。キツネ188号さん、282,328個目オーナメント玉を5個プレゼントしました。キツネ188号さん、ピッコロをプレゼントしました。ありがとう、アイテムありがとう。キツネ179号さん、何枚くらい写真撮ったの。時間2000枚ぐらいかな、今日。キツネ8号さん、延長お願いします。キツネ4号さん、定期和道は糖尿病、のんちゃんは帯状疱疹、解放は統合失調症。キツネ189号さん、歌うまの集合写真、後ろの人ボケて玉下よ W 絞りもいじれない自称プロのカメラマン。キツネ179号さん、解放の名前出していいの？波紋失踪でしょ？波紋だよ。あれ？
波紋です、波紋。189号さん、集合写真の後ろの人をぼかすカメラマン初めて見ました。WW キツネ176号さん、それがいい。キツネ189号さん、絞りって知ってるの？144号さん、にまたも破門したの。写真キツネ4号さん、ツイッターの写真の可愛い子すい、リスナー、のんちゃん浮気だぞ。ツイッターの写真の可愛い子どれだろう、どの子だろう、どの子か。キツネ190号さん、その若さで投票。若さで糖尿だよ。キツネ4号さん、映像制作してきたってツイートの女、リスナー？あ、リスナーさんじゃない、モデルさん。あれ、配信は関係ない、リスナーさんでも配信者でもない、配信とは一切関係ない、モデルさん。配信外だね。キツネ189号さん、さすが撮影したモデルが和道の写真気に入らなくて自分で編集される自称プロカメラマンだわ。キツネ190号さん、原因なんだろ、食生活かな。キツネ181号さん、デリヘル嬢だって。キツネ191号さん、糖尿病おめでとうございます。ありがとうございます。一生の友達ができましたね。キツネ144号さん、波紋って赤字波紋。キツネ4号さん、なんだデリヘル嬢か。キツネ192号さん、前科三犯に取られてるとは思わず取られてんだろうな、かわいそうなモデルさん。キツネ174号さん、みやびまた衣装を作る、20万かけてリスナーが支払う。キツネ193号さん、本当に糖尿病なの？キツネ4号さん、のんちゃん、お前の彼氏、モデルとオフパコしてるぞ。キツネ190号さん、病院行ったの？病院行ってないよ。キツネ144号さん、波紋と絶縁と所払い何が違うの？いや、俺の弟子が亡くなったのが波紋であって絶縁ではないよ。キツネ189号さん、映画でお金集まらないから糖尿病にチェンジかな。キツネ194号さん、こんばんは、のんちゃん寝てるの？のんちゃん寝てる。キツネ4号さん、リナ猫顔でけえな。キツネ192号さん、正確には保険証ないから全額負担になる、だから病院に行けない。
キツネ4号さん、アムチンって背高い？アムチン背高いし、なぜか女の子よりスタイルいいぐらいでびっくりするぞ。キツネ192号さん、虫歯できても放置なんだろうな。キツネ195号さん、はどうこんばんにゃ。こんばんにゃ。キツネ4号さん、原田さんでけえな。原田さんだってプロ格闘家だよ。でかいでしょ、そりゃ。キツネ27号さん、国民みな保険の日本に住んでて国保ないのか。キツネ195号さん、何してるの？今ね、写真を、ツイッターに写真あげてる。ボケてない集合写真ないの？ツイッターに写真あげてるね。196号さん、ワド何いいもの食べてるの？キツネ42号さん、ロンバンへの整形がマジ崩壊してる www。キツネ189号さん、F 値って知ってるの？キツネ181号さん、いかにも素人が撮った写真ですね。キツネ197号さん、お前何歳や。キツネ189号さん、何でもぼかせばいいと思ってるガチ素人ですやん www。 キツネ195号さん、今日ツイキャス初めて見たわ。おもろい人いっぱいいてんな。いっぱいいた、面白い人。キツネ198号さん、嫌われ者は勝てないゲーム。キツネ192号さん、シャッターボタン押すだけの素人。キツネ27号さん、カズミチ TNB クラブ作ろうよ。 TMB って何？ TMB クラブって何？キツネ197号さん、ヒゲそれや。キツネ195号さん、うん、太ってても元気で明るい女の子いたよ。キツネ27号さん、糖尿病。キツネ144号さん、強がって生きてて楽しいの、自慢したいの。キツネ189号さん、女の子3人の写真も右と左のこぼやけすぎなんだよ www。 ふざけてるの。キツネ198号さん、バンドもアンチだから演奏してもらえなかった。キツネ195号さん、150キロやってツイキャスの女の子。へー、
狐189号さん、こんな写真のレベルじゃカメラマンで月収2万円も納得だわ。てか2万円ももらいすぎ。狐195号さん、和道はツイキャスやらんの？俺ツイキャスやろうかな、どうしよう。やってもいいよ。狐199号さん、和戸さんこんばんは。こんばんは。狐147号さん、お前今何やってんの？今写真の編集作業してる。写真の編集作業。狐195号さん、うん、ふわっちいらんわ。うん。うん。写真の編集作業。こんな感じです。195号さん、私のが可愛い、わら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 。相当な美人さんでね。27号さん、ツイキャスで毎月30万イキートスしたらいいんじゃない？金稼げるらしいよね。どんな重症糖尿病患者でも水だけの15日断食で全員完治するソースは船瀬良俊介さん。狐189号さん、この写真見て本当にあなたって薄っぺらいってことがよくわかりました。もっと本でも読んでカメラ勉強してください。狐181号さん、2万もらってるわけないやん、 W 素人やで。狐201号さん、こんばんは、マジで糖尿病なんですか？狐195号さん、アムチンのママ綺麗やった？アムチンのは面白かったね。いいキャラクターだったね。アムチンよりもキャラ尖ってたからね。キツネ202号さん、あなたより目立ったね。キツネ203号さん、誰か優勝したのです。常に104号さん、アムチンって韓国人なん？いや、知らない。狐205号さん、今日の歌うまも中途半端だったけど。狐203号さん、和道さん、誰が優勝したのですか？狐181号さん、配信者はほとんど韓国人だよ。狐27号さん、アムママってアムチンの年からすると50歳くらいか、のんちゃんと変わらない。
狐205号さん、ほんといらないよね、そこいたけど、わら。キツネ4号さん、モデルとどこで知り合うの？ワドの人脈って謎だよな。いや、リスナーさんからだよ、全部。リスナーさんから、紹介、紹介、紹介で。紹介紹介紹介でどんどんつないでいってもらって、でなんかこうご縁があって撮影させていただいたりとか、みんなよくしてくれてるよ、映画応援してくれてる。キツネ203号さん、黒髪に戻したんですね。黒髪に戻しましたね。赤にやってるって思ってました。え、個人的に赤にやってるって、ありがとうありがとう。キツネ4号さん、コミュ力あるのかないのか不思議だな。キツネ205号さん、閲覧と米わら。キツネ206号さん、歌うま上手でした。ありがとうございます。ありがとう。通常枠にしようか。じゃあ一旦は切ります。通常枠にします。お疲れ様です。